頂点のとこからどん底に落とさなきゃ。帰ってきたら、なんでかわかんないけど、サソリさんがいたと。おかえりなさい。社長のデレデレ姿を全国民に見せちゃうよって。ご飯にしますか、それかお風呂か、もしか、どうしますか。私もお風呂入った方がいいですかね。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。さ、今日はレイさんお願いします。ご飯行ったら行ってる。今日はあの余裕ぶっこいてる社長を騙しちゃおうと、いたずら企画立てました私。だから誘われちゃうのってこと。そうです。ここで、もう一度社長へのドッキリをしたいと思います。リュウジさんやられたしやり返したいですよね。あ、そうだね、なんかちょっとなんかにやられたからね。そうです、なんかちょっと地味なあんな感じだったんで、うん、今回がっつりやっちゃおうということで、ここは社長の家に来ております。あ、社長の家でがっつりはめるってこと。はいはい、もちろんもちろん社長はダメだよ、でも本当にはまっちゃうよそのまま。まあ社長全国民女俺のこと好きだと思ってるんで。どこ行っても行ってるから、ね、ってことはもうやばいから。やばいですよ。頑張ります。いいですか、覚悟できてますか。いや、どういう企画説明してくださいよ。今日は家に社長今練習行ってるんですけど、うん、ゴルフの、うん、帰ってきたらなんでかわかんないけどサソリさんがいたと。なんでかわかんないはい、お風呂にしますかとかご飯にしますかとか、そういうとりあえず最初は社長を落とす方向で、うん、まあ進めていくと、うん、まあ社長なら一コロで落ちちゃうと思うんですけど、うん、まあ、そこでもう女が一人でおる時点でもうダメだった。そうか。そうですね、まあ一応ご飯は惣菜を用意してるんで私。まあお風呂も入ってもらってご飯も作って、これはサソリちゃんがキーマンってことでしょ。そうですね、結構俺らが車で見てればいいってことでしょ。そうです。でまあなんか面白いことしてくださってもいいです。大丈夫ですか。はい、できますか。多分社長のデレデレ姿を全国民に見せちゃうよって。6月19日大阪でとび職の方お待ちしております。社長帰ってこないじゃないですか。めっちゃ眩しい。じゃあ俺らも帰ろうよ。もう帰ります。もうやらず帰ります。もういいじゃん、ササリちゃん。そういうドッキリさ、ササリちゃん置いてこいよ。置いてこいよ。ササリちゃんあと頑張ってね。危ないですって。危ないですって。危ないですって。ナムジみたい。あ、翔さんから電話す。社長帰って、翔さんから電話す。翔さん、その前社長帰ってきたって。ほら帰ってきました、ササリさん。めっちゃ怖いじゃんこれ、本当だったら怖いっすね。あり、あり、あり、どうした、どうぞ、どうぞ、どうした、どうした、どうぞ、どうした、とりあえず、とりあえず。何も YouTube でしょ、こんな YouTube じゃないですよ。なに、じゃあ何しに来た。あの前回の件、撮影じゃないです。え、いないですよ、誰も。あれ、ちょっと、まあいい、本当に誰もいないです。何、何、何できたじゃん。え、だから、うん、あの前回の件で、うん、あのみおちゃんにちょっと鍵もらって、うん、来ました。鍵もらって来ました、抱かれたよ。違う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 。行くよ、抱かれたよ。何、今日何、何、本当に何の撮影。もういいって、すごいの。個人的に、うん、TikTok を一緒に撮りたいなと思って、うん、個人的はい、YouTube じゃなくて YouTube はやってない。ドッキリみたいな感じで。ドッキリとかじゃないです。ドッキリ TikTok か、うん、頑張れサトルちゃん、頑張れ。バレないように頑張れ。いない、いないですよ、知らないです。嘘つくな、2回乗るな。あ、出てこい。じゃあ本当に誰もいないですよ。だって靴とかもないじゃないですか。もうないけど隠すでしょ、そんなことは。別に何回俺騙されると思ったの。マジででもいないです、誰も。何、何の話。あ、
本当に本当に抱かれちゃうやつ、はい、今日抱かれちゃうやつだから抱かれちゃうやつ、あ、私が抱く側、抱く側、あ、そうそう、抱く側、抱く側、なるほど。でその俺に抱かれたいって言ったから来たって言うんだったら別におかしくないけど、それ以外はすぐとおかしいと思うじゃん、それは。抱かれたいから来たと、うん、抱かれたいから来たの、言ったのよ言ってない、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 何、何、じゃあ何言ってたの。え、だから TikTok を撮りに来たんですよ。何それ、どういうこと。ピーナッツ、ピーナッツを撮るんで。ピーナッツ何、ピーナッツ、あんにゃピーナッツが好きじゃなくて、誰？サソリちゃん？もう言って、俺そんなやれへんって。何？それやったらどうする？それやったら止まっててくれる？何やるんだって？やっちゃうって。いいよ、本当に聞くといいやんな、突然。はい、ちょっと横行ってちゃんと真横行った。女子やんとか言ってますよ。カタクリ、どういうこと？何言ってるか分からないけど。何、本当に？マジ？いいね。でもとりあえずご飯にしますか、うん、それかお風呂か、うん、私かどうしますか。マジ？とりあえずお風呂、とりあえず待ってあ、やだ、お風呂やだ、私にする。俺決めてるの、汗臭いままエッチしたいって決めてるから。エッチしたいって言ったの。いや、すごい。あ、言葉って取る。あ、もうやだやだ、あ、やだ。じゃあ、何？バカ気持ち悪いですけど。なんで言ったって、三択あったじゃん、私にしますかって言ってよ、今。私がいい。私がいいのは後ですね。後で。それもやらせくせえけどな。後で、後で。恐怖心とかないですからね、勝手に家にいても。なんか当たり前のように感じる。マジで。明日帰ります。え？明日。どういうこと？明日帰ります。やべえ、顔が本気になってる。はい、いや、もう最後カバン持って逃げてかんない。なんかそういう詐欺よくあるね。なんかウキウキ感が出てるで、なんかもう歩くのに。ほら入った？入ってますって。さそりちゃん今だって。そうそう、携帯持って行った方がいいよ。携帯持って。修学旅行みたいな。ちょっと下落としたらかわいい。バンになるで。いいよいいよ。ん？もうその後俺ら見えんからね。そう。さそりちゃん頼んだよ。一緒に入っていいって言って。YouTube じゃないです。一緒に入っていいですか？一緒に入っていいですか？一緒に。万ざらではない。嘘です。逃げてきてください、もう。あ、ちょっとご飯の準備するから、ちょっと行くねって言って。笑って興奮しすぎだよ、さそりちゃんも。映ったかもしれない。映ってないかな。ちゃんと撮れました？これでもマイクかけてくれますよね。ちゃんと映っとんかいて。映っとんだね。ちょっと映ってます。それマジマジと見とるだよ、普通に。で、ご飯に取り掛かる。社長が出てこなきゃいけないですよね。
好きにならなかったの。何本肉飲むとるつもりだ。ご飯食うって言ったのにハムが出る。もう飛ばしますよ。ご飯食べるんですよね。何考えてるんですか。お口臭いかな、チューするかもしれないなと思って、ちょっともしかしたらあるかなって超期待してる。もしかしたらあ、でもパンツが近い近い近い。やばいね。ご飯やりますね。TikTok 撮るとはいえ、さそりちゃんとご飯食べれるから本もかな。いただきます。さそりちゃんをいただきます。神様、おかげ様、私が約束します。今日はさそりを食べます。いただきます。いただきます。いつもどういうの撮ってんの。いつもですか、うん、いつもは踊ったりとかしてる。結構やってるよね。それじゃあ、あの、ふいのあんがいいよ、ふいのあん。彼氏は？彼氏はいないです。モテるしかない。モテないですよ。はい。うわ、いいなぁ。よく見よ。顔がまんざらだよ。あ、箸が良くないでしょ、衛生的に。衛生的に歯の間でいい。歯売れる。美味しい好きですか。好きです。さそれちゃん、もう一回あん。じゃあ、これからしたの。はい、あん。体前に来てますから、でも前のめりだよ。美味しいですか。好き、大好き、気持ちいい。これどれ、何それ。でもうちょっとなんかあれですね、サソリちゃんが社長のこと気になってる感出してほしいですね。質問とか。社長ってどんな人がタイプなんですかって聞いてるよ。てか、うん、社長ってどういう人がタイプなんですか。金髪ショーとか。金髪、うん、狙ってるやん。狙ってるやん。もう目の前でこう、これ金髪、金髪っぽい。金髪だけど、なんだっけ、アッシュだ。アッシュ、アッシュか。アッシュのショートが好きです。どうする人好きだ。うん、私ですね、じゃあ。いや、本当に会社の人いないんだ。会社マジでいないです。はい、でも気になってる人はいます。好きな人いい。でも気になってる人いるんですよ。誰、俺。それは内緒。それは内緒。やめろって、ちょこちょこはっきり言ってほしい系キャラだから。もう自分だと思ってるやん。やばいやばいやばい。もうご飯食べ終わっちゃうけどどうするって聞いててよ。ご飯食べ終わっちゃうけど、この後どうします。どうでもいいよ。どうでもいい。も私もシャワー浴びた方がいいって聞いてください。私もお風呂入った方がいいですかね。一緒に入ってみようか。一緒に、またまた入るんですか。あ、じゃあ洗いやっこしますか。洗いやっこで俺も自分で洗ったから。さっき入ってくるからって言ったら、入ってこなかったら自分や。本当に止まってくの。止まってきます。まして、お酒飲めちゃう。重い重い。お酒、私、あの、
好きじゃないから飲めないんですよ。あ、飲めない、お酒飲めない、お酒飲めない系どうなんですか。飲ませてしません全然するあ、もう酔っ払ったらみたいな感じ。どういうことだよ、どういうこと。 TikTok を撮りたいだけなのか、ちょっと俺のこと好きなのか、すごい好きじゃなくていい好きを言わせたい、好きを言わせたい好きじゃないとここにいたらダメだな。 TikTok を使ってちょっと俺に近づこうとしてるのかなぁと。え、好きじゃなかったら言っちゃダメですか。好きで、俺はそこが知りたい。好きかどうかちゃんと知りたい。そうすると俺はそれをどういうふうに接していくのか。でも嫌だったら来ないでしょって。でも嫌だったら来なくないですか。そうか、俺はさすがちゃんのこと好きだよ。気持ち悪いどういうこと、告白すぐじゃないですかね。大丈夫ですか、そんなもん。そんなもんで大丈夫。緊張するもん。だっていきなり会った人が家にいんだよあなたはだって俺が警察に言えばあなた捕まるからそれこれで俺本当になんかね、 YouTube カメラ回ってないで余計じゃん。いや回っとんなと思ったらもうちょっとなんか作れるじゃん、面白いキャラ作れるけど、うん、何それ。なんか行くとこなんか撮るじゃんね、サソリちゃん。いた、惜しい。いや、緊張するわ、いきなりサソリちゃんがおるもんで。ちょっとトイレだけ行ってきます、いい。お手洗いですか、うん、行ってらっしゃい。大丈夫だ、社長いつものことがある。危ない危ない危ない。あ、いい、いい感じ。これ、襲われますね襲われますよ大丈夫だって。大丈夫ですか。マジで助けてくださいよ、じゃあ。あー、今日楽しいなぁ。ね、何、マジで本当に泊まってくるの。泊まってきます。マジ、結構遅いよ。まあ、もうちょっとしたらお風呂入ってもらいますか、サソリさんにも。そうだよ、ね、もうお風呂入って宇宙店のとこからどん底に落とさなきゃそう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 今からだぞってだけに落としますそうそう。でも嬉しかったですか。めちゃくちゃ嬉しい。ドキドキしてる。そう、まだまだ整理がついてない、うん、だって家帰ってたんだよ。もう仕事終わって完全にオフにしてスイッチ切って家帰ってきて玄関にいるんだよ。可愛い子ちゃんは、あの TikTok で有名な可愛い子ちゃんはいるんだよ。家上がるでしょ。上がってますね。だいぶ。そりゃそうでしょ。ご飯前つけて、ちょっとご飯のちょっとあれはちょっとあんまりパッとしんかった。次は手料理作ります。何次は手料理。マジで本当に今楽しいんだな。何が好きですか。まあ俺なんかあの。古典的なやつ。自分のこんな座り方初めてだ。体操座り。サソリ。サソリ。サソリ。足パタ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 してる。そわそわしてる。足落ち着いてって足触ってみて。足落ち着いてください。そうそうそうするじゃん。風呂出たおじさんが。でしょ。でも今の筋肉すごかったってもう一回触ってください。でも結構筋肉あれですか、ゴルフでですか。何腕とかも腕とかゴルフやってるから。あれ、私ちょっと手のマッサージうまいんだよねつって。もっと筋肉出したらもっと出るよ。でも私手のマッサージがうまいんですよ。うんうん、マジこうやってそうやめとけよ、お前恋してまうよ恋しちゃったんだって言っちゃうぞ。あ、TikTok 撮らんのするよ。足パタパタがもうひどくなってる。そわそわしてる。そりゃするでしょ。こんな可愛い子は無事にいいんだぜ。家帰ってきたらやばいバカじゃないですけど何それ。はい、なんか犬が好きだけど、これやるでしょ。なんかご主人様が来た時、それの真似ですか。そうそう、尻尾振り振りってこうやってやるでしょ。こうやって撮ったらダメだもん、水上に。あ、でも伸びるかも。伸びるかも、伸びるかも、とか言ってんだ。学校の話題っすね。めちゃくちゃどうでもいいですけどねそろそろお風呂入ってもらいます。そろそろ
風呂入ってもらって社長を上に上げて行きますか。ドカンと。じゃあサソリさんにお願いしますか。前回サソリちゃんも、まあ、いいところであれだよ、そろそろお風呂入るから上上がってねって言っとかなと。じゃあそろそろ私お風呂入りますね。お風呂入る？もうだって。あら、やべ。もう寝ないと。確かに。はい、もうどうしよう。ここで待ってるわじゃあ。ううん、上。どういうこと？ベッドで待っててください。あ？ベッド。どういうこと？ベッドインです。俺がベッドで待ってるの？ベッドで待ってる。風呂入ってる間に？はい。綺麗に洗ってきます。は？え？何ですか？お前やめとけて。でもマジでもないそれさって言ってもちょっと来るぞクライマックスが来るぞ、ついに俺らの時代が来るぞ。先に行ってください。こんなやっと出番か。やっと出番だぞ俺らの。恥ずかしいから一人先にベッドもう行ってください。どんだけ積極的なの。積極的好きです。積極的に喜んでるから。でも社長だってブームだからね。なんとってね。嫌いじゃないよ。早く行ってくださいよ。もう何わからん。あ、じゃあベッドまでお見送りしてあげますね。いい、大事大事。じゃあ本当恥ずかしいから、シャーラって言って。じゃあここまでお見送りして、うん、シャーラって言って。マジ待ってよ。もうそらちゃん、ごめんね。あんまりそうなっちゃったね。はい、電気行ったから見てよ。はい、待っててくださいね。来るぞ、クライマックスが。入ったっすか。上のところ、あ、廊下、玄関ついてる。電気ついてます。今入った。入った。よし、行きますか。来たぞ。来たぞ。喜んでる。静かにですよ、静かにですよ。あ、死ねよ。いけるいける。待った？待ちましたか？社長。なんだ。わあ。電気電気電気。電気電気電気つかない。電気つかないですか。何やってるんですか？社長。今日はなんか寝るの早いですね。普段なら寝てないですよね。あれ？なんかいつも飲み歩いてる感じだけど。どうしてるんですか？寝坊してるぜ。岡部、ちょっとちゃんと寄り添って、寄り添ってあげて。寄り添ってあげました？ちゃんと、本当に寄り添ってあげたい。シャワー浴びたんで。待ってました。お前らじゃない、サソリがムカつく。ちょっと俺さ、一個だけ言わせて。はい。いや俺さ、TikTok とかも撮ったからな。はい、あ、こんなことやってましたね、なんかこうやっておいて。いや、なんかもう手こんな風にこんなことしてました。俺さ、こいつマジで俺のこと好きだと思った。お疲れさー。したこれは企画です。社長、社長本当に甘くないですか。社長、そんな夢みたいなこと起きると思いますか。え、全部嘘なんだね。失恋した人がいます。全部嘘なんだね。今日の日ごとは全部夢のようなお疲れ様でした。バブルのように消えたな。お疲れ様でした。俺バーバードキドキしかなくて、俺どういう向きでバトルやるんだ。でもさ、なんかさ、先に行って恥ずかしいかなとか言うんだわ。じゃあ、まあ私たちも帰りますわ、じゃあね。うわー。ああ、腰振ったら腰振ったら NG 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 NG。 まあまあこれぐらい許してあげよう。しかも手を
これマジだなと思ったの。いや最初なんか YouTube かなと思ったけど、あ TikTok なんかで撮ってたから、まあちょっと信じてみて。いやちょっともうなんかもう背が入っちゃったから。でもなんか途中からなんか忘れてましたよね。YouTube かもっていうこと忘れて、言葉とかも全部行動も。うわー何これもう最悪だ俺これ。でもちょっとの間幸せでしたよね。じゃあ今日の企画は良かったですね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。これでも公開されちゃうんだよね。はい。あのワンワンとか言ってたのも公開されちゃいました。そうだよ、撮ったの。やりました。覚えてない。でもうますぎるじゃん。前も失敗したじゃん。確かに仕掛けはちょっと苦手でしたね。じゃあもう俺がバーって文句言って企画やったじゃん。はいはい。でデラコメントが荒れたじゃん。はいはい。ね、まあリベンジ成功ってことですよ。全然さ、内容が違うやん。めちゃめちゃあったかかったのに。おしゃべりさん、岡部さん、岡部さん守って。さっきあったかかった。今は今冷たい。さっきまで分かりますよねって気持ち悪いよ本当に。え、あの年考えてください本当に。良かったです。私たちは間近に行ったでしょ。はい、もう締めさせてもろてもそろそろね。ちょっともう夢終わり。夢は終わりですもん。朝までやってもらえんだろうか。すいません、走りの朝止まってくって。すいません、すいません、走りの朝まで帰りますと。帰ります、 NG で。NG ですか。すいません、帰りますと。とび職の方ご参加お待ちしております。じゃあちょっと宣伝だけ一つ入れておきます。ここでもね。うん、やった。まあ足場材の買い取りだけじゃなく、はい、あの建設資材の買い取りまで全部やろうかなと思ってますんで。はい。本当にね、これ動画でやったら、あのちょっとちょこちょこ声かけてくれて、はい、まあ皆さんに言ってるんですけど、やっぱ営業とかあの一切入れんから、ちょっと今俺全部やってるからさ。そうですね。ちょっとまあ予想よりは絶対、予想で見積もり取ったら金額よりは絶対高くて買いますってやってますんで、はい、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。はい。お願いします。お願いします。あとイベントが6月に大阪の、はい、名刺交換会、特色名刺交換会と、はい、7月にオンラインセミナー。7月にオンラインセミナー、はい、すごい方に出ていただきます。うまいねー。チャンネル登録、あ、TikTok も見に行ってね。お願いしまーす。コメント欄荒らしちゃって。今回は社長のコメント欄がすごいことない。え、すごいから、キモーイとか。俺叩かねえだろ。叩かれるとかじゃ、キモーイとか。そういうこと。俺マジで好きだと思ったもん。勘違い、お疲れさまでした。動画でした。お疲れでした。ありがとうございました。もうリエさん帰ります。遅いもんな。よし、行こう。